はい、マノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2018やっていきましょ。毎度のこと言うけども、勝とうね。勝ちましょうね。今日の打順ね、結構面白いんじゃないかなと思いますよ。まあ、ゲームならでは。清宮くん1番。リクエスト結構あったんですよ、清宮くん1番が。まあ、指名打者での1番だったんですけど、まあ、ちょっと今日は DH なしなんで、ファーストで出していきます。ピッチャー、東くん、ぶつけます。こんな感じでいきます。田中選手もリクエスト結構多いですね。こんな感じでいきます。今日は。村上くん4番で。よし、行こうか。頑張ろうか。ユニフォーム大丈夫だな。頑張ろう。そういえば、オールスターの時のホームランダービー、筒香選手、すごかったですね。横浜 DeNA ベイスターズ対ルーキー、セパ交流戦1回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、ルーキーの先発はルーキーの東、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左の今永、先頭打者ホームランぶちかまそうぜ。注目しましょう。まずフルスイングだ。トップバッターは清宮。投げた。打ちました。一塁線。オッケー、ナバッチ。清宮、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第4球を投げました。ここは送りバント。ボールはキャッチャーの前。一塁へ送る。アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ルーキー、先制のチャンスを迎えます。インコース。空振り三振。なんとか1点取りたいですよ。村上。第3球を投げました。打ちました。サード後方のフライ、落としてください。落下点、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。ルーキースコアボード、ロペス選手が抜けたぐらいでそんな変わんないもんな。マウンドに上がりました。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは打ちました。打率悪いですね。1割台でしたよ、梶谷さん。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手山。第6球は打った、ピッチャー返し。西村、うまい。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスには宮崎。第3球を投げました。147キロ速球、空振り三振。東、ナイスピッチング。東上々。2回の表、ルーキー攻撃に入ります。この回のトップバッターは大城。投げました。初球を打ちました。ナバッチ。先頭打者が打てるのはいいわ。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。ここは振ってきました。ピッチャーの左へ転がした。うまい。さあ、得点圏にランナーを進めました。ルーキー先制のチャンス。さあ、ここで勝負に出ました。出てこい。あんまり役に立たないぞ、一発勝負。監督は勝負に出ました。第3球。対決に集中します。第1球投げました。初球を打った。よし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 。レフトバックホーム。さあ、スクイズをしてうまく、ああ、もうツーアウトじゃない。なおもチャンスが続いています。さあ、集中してこの対戦に挑みます。投げた、変化球、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。先ほどのプレーです。得点圏にな。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは筒香、初球から打ってった。いいよ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 。アウトです。1塁はアウト。バッターは5番桑原。第9投げた、打った、強い当たり、入れば先制だ。伸びた、伸びていった、場外ホームラン。第4号先制ホームラン。白球は無情にも場外へ。初球を持っていかれました。チームメイトが迎えます。いや、まあ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 、場外だろうがギリギリのホームランだろうが1点は1点だ。気にすんな。第9投げた、打ちました。初球打ち、清宮は掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番峰井。
第5球投げた、打ちました、サード左、サードから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ちょこちょこヒットは打ててから、うちも大丈夫だ。高打順になります。先頭バッターは清宮、第3球はインコース引っ張った、惜しい。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。第1球投げた、初球打ち、流した、一塁送球、ここは守備に阻まれました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番楠本、今日の第1打席はスイングアウト、打ちました。お、面白いんじゃない。よし、楠本いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。第5球投げました、スライダー、三振、低めの変化球にやられました。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターが打ちました、打球はサード後方。いや、なんかどうにかなりそうな匂いはしてんな。これでワンアウト、ランナーはこのまま無失点で終えるっていうことはないと思う。第5球、何の根拠もないけどね。打った、数掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って梶田、最初のバッターボックスは内野ゴロ、初球落ちました、当たり少ない、一塁へ送る、よし、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアム、試合はこれから中盤4回に入ります。さあここで勝負に出ました。いや、一発勝負使ってフォアボールはないもんな、絶対ないもんな。投げました、打ちました、今だ、ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番西巻、第9球初球打った、柴田取った、走れ、セカンドから一塁送球、今だ、取ってアウト、バッターは7番田中、第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。初球から打ってった、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ルーキーわずか3人、ベイスターズこの回は2番からの好打順、バッターは守備の名手山田、打ちました、初球投手戦なんのかな、アウト、山田いい当たりでしたが、ショート正面でした、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、打った、西巻ボールを取る、一塁送球アウト、宮崎いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。インコース引っ張った、これはヒットになります。いや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 、まあ大丈夫、シングルだったら OK だ。さあリプレイです。右のバッターボックスは5番桑田、今日2度目のバッターボックス、投げました、空振り三振、よし、最後は伸びのあるストレート。4回までが終了、5回の表ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは島田、投げた、おっとセーフティーバントだ、サード取った、アウト、どんまい、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー東、第6球を投げた、打った、フラフラッと上がった、筒子下がっていった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に一発ぶちかまさないかな、ここで筒子よく投げた、流し打ち、宮崎バックしていった、掴んで、これで3アウトになります。ルーキー結局5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッター、低めのボール引っ掛けた、田中掴んだ、一塁へ送る、危ないね、さすがに足早いね、アウトです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番峰井、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球を打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、西巻軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番千葉、第1打席はサードフライに打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、よし、アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。安住、ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは上里、投げた、インコース低め、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。さあここで監督は勝負に出ました。さあラメちゃんはあれかな、ビッグベースボールどっかで使ってくるのかな。投げた、あ、一発勝負、フォアボール来た、ストレートのフォアボールを与えます。第2球、楠本スタート、打ちました、ヒットエンドラン、山ボールを掴んだ、一塁送球アウト、ルーキー同点のチャンスを迎えます。さあ同点の、頼む、さあここで何かを仕掛けます、頼む、初球ストライクから第2球、打ちました、いい当たり、破った、帰ってこい、よし、一気にホームへ、ルーキー追いつきました、1対1、大城タイムリー、これで今日は3打数の2安打。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。第9、初球を打った、ラ
ライト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウト。まず同点ね、やりましたよ。6回の表がベイスターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー打った流し打ち、三遊間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順をトップに返って梶谷、投げました、打ちました、内野ゴロ。梶谷選手を抑えれてるのはでかいですね、本当にでかいです。これはこれで2アウト、ランナーありません。バッター守備の名手山田、投げました、打ったいい当たりだ、頭上を越えた、クリーンヒット、山田一気に2塁へ。向こう一発溜まってる、ツーベースヒットを放ちました。ルーキーピンチを迎えます。次は4球目、投げました、切れろ、切れねえな。また場外なの、そんなに場外って出ないじゃん。集中まで使ったのに。俺には今のはストライクゾーンに見えてますけど。一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、取りました、これで3アウト。横浜スタジアムからお送りした。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは田中。さあここで勝負に出ました。せっかく追いついたのにね。投げました、打ちました、思い切り走れ柴田、ボールを取る、セカンドから一塁送球。いや、いいナイスファイト、素晴らしいですよ今の。8番島田、投げました、打ちました、引っ掛けた、筒香、交代。よし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 、島田いいバッティングを見せました。今だ降板、右の三上、バッターはピッチャー東。はい、代打は安田に代わりまして、安田背番号5。エンドランだ。第9、島田走った、打ちました、ヒットエンドラン、アウト。ツーアウトランナー二塁に使うぞ。今日は安藤。さあ試合の行方を左右する。痛い。ここで勝負に出る。せめて追いついてくれ。投げた。行った。打ちました。痛烈。入れば同点だ。打球はそのまま伸びていく。うええ。同点。ツーランホームラン。ライトスタンドへ突き刺さった。見事に初球を捉えた。今日は一発勝負役に立ちますね。ベンチの祝福。リプレイで同点の場面を。清宮君1番大活躍じゃない。バッターは2番上里、今日4度目のバッターボックス。第2球投げた、打ちました、これは内野ゴロ、山田掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の横浜スタジアム、そのさあなんとか勝たしてあげるぞ。こういう試合をこぼしまくっていくかな、ルーキーズ企画は。ルーキーピッチャーを交代します。アズバッターは第6、倉本、第6球を投げた、打った、フラフラッと上がった、田中下がっていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは中川、ベイスターズ代打構成に出ます。初球から打ってった、フラフラッと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボクサー8番柴田、今日はサードフライとピッチャーゴロ、インコース引っ張った、クリーンヒット、ボールが点々と転がっている、ライトからセカンドへ。柴田いいバッティングを見せました。ルーキーピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは佐野ルー。さあここで投げた、ビッグベースボール。第3球を投げた、打ちました、残念でした。1塁送球、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ルーキーこの回ツーアウト、三上降板、左の田中。ルーキーこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番楠本。おお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 お、どうだ、入るか、ヒット、打ったバッター。さあどうする、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 いろいろできるぞ。これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いや一発勝負でしょ、今日の一発勝負役に立つから。ここで監督は勝負に出ました。入れてまい、頼む。一発でしか点取ってないけど、それでもいいんだ。よし、オッケー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 、スクイズいくか。村上ナイスバッティングです。今日さあチャンスが広が
絶対勝つ。監督は勝負に出ました。第9球ランナースタート、いきなりスクイズ、ボールを掴んだ、一塁送球、よし、オッケー、成功、ルーキーここで勝ち越しました、4対3。代打、しない。第9球初球を打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表、これで OK かな、OK です。さあここはベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは梶谷、はい、ルーキー、ピッチャー交代です。よし、投げました、打った、藤岡ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手、大和。第4球を投げました。打ちました、いい当たり。大和選手が当たってるな。さっきも打たれてるね。大和ツーベースヒット。ルーキー同点のピンチ。さあ、踏ん張りどこだぞ。もう集中もないだろう。踏ん張りどこだぞ。第9球投げました。初球打った。抜けた。センターバックホーム。ホームイン。ルーキー大事なイニングで追いつかれてしまいました、4対4。バッターは4番筒香、通算150号本塁打、あと打ったい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、筒香いいバッティングを、第9球打ちました、よし、アウトインフィールドフライ、掴みました、あっぶね、これで2アウト、ランナー、まあインフィールドフライか、あんま どうでもいいっちゃどうでもいいよ、どうでもいいのか。第3球を投げました、外のボール引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。先ほどまで、いやー突き放せねえな、田中降板、右の、いや、さあいよいよ最終回、先頭バッターは島田、ルーキー、ここは何が何でも出塁した、低めボール球打った、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー大下、バッターは代打中村、第5球投げた、高め、ボール球打った、セカンド右、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って清宮、今日はツーランホームランを打っています。投げた、147球、さすがですな、ボール球に手が出る、じゃあそれに習ってうちも守護神出してこうぜ、はい、ルーキーピッチャーを変えてきました、右バッターボックス、7番中川、これが2度目のバッターボックス、第4球を投げた、打ちました、打球はショートの左、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからダイソーで途中出場しています、バッター石川、投げた、流し打ち、どうだ、村上ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、次は4球目、投げた、打ちました、うまいこと一発アウトにしてくれ、ショートのエラーが記録されます。打順は1番に帰って梶谷、さあ、うわー、ここで梶谷さんか、今日当たってないけどさ、第2球打った、1・2塁間の打球、清宮取った、よし、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、ファーストランナー残塁、山崎降板、右の伊能、ここで伊能さんか、この回の先頭バッターは神里、ルーキー、ここは何としても塁に出たいところ、投げました、初球から打ってった、桑原、余裕があります、センターフライ、飛距離は出ていません、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには楠本、今日はここまで3打数2安打1三振、投げました、打ちました、初球打ち、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番村上、これが5度目のバッターボックス、投げました、
三遊間の当たり、アウト、スリーアウト、チェンジ、しゃないしゃないルーキーベイスターズ、この回は誰でいきます。守備の名手山田、ルーキー、このバッターだけはリード出したくないところ、はい、ルーキー、ピッチャーを交代、第3球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番宮崎、今日3打点を挙げています。ジャストミート、ボールは、いやー本当に怖い、宮崎ナイスバッティングです。さあワンアウトからサヨナラのランナー、第3球を投げました、140球、空振り三振、清水3球で仕留めてみた。さあここで勝負に出ました、第2球投げた、打ちました、取ってこれ、3アウトチェンジ、一塁ランナー宮伊野降板、延長11回の表ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは大城、今日はここまで3打数2安打、投げたインコース、よし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 、大城いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ます。ルーキー大好き、第4球を投げた、おっとスリーバントだ、サード取ってアウト、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ルーキー勝ち越しのチャンスを迎えます。いやこのまま行こう、このままこのままで一発行こう。さあ試合の行方を左右する場面、行ってこい、勝負に出ます。第4球を投げた、打ちました、1、2塁間の当たり、中川ボールを取る、ヘッドスライディング、国吉取ってアウト、ここまで2安打の島田、ルーキー1打勝ち越しのチャンス。ベイスターズここはバントシフトをします。よく見た、フォアボール、国吉ストレートのフォアボールを与えます。ランナー2人を置いて迎えるバッターは若林、ルーキー、フルスイングだ、勝ち越しの場面を迎えています。投げた、会心の当たり、うわー惜しいな、リプレイをご覧、惜しかったな、結局ランナー、守備は大丈夫ですね。そっか一発か、6球を投げました、打った、ピッチャーライナーは正面、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球、初球を打ちました、ライト前進、取ってアウト、3アウトチェンジ、1塁ランナー国吉降板、ルーキーこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは清宮、今日2打点を挙げています。相手2球、空振り三振、清宮3球三振、できれば攻撃で一発を使いたいんだよな、チャンス作ってほしいな、外角低め、見逃し三振、手に負えねえわ、投げました、打った、左中間へ持っていきましたが掴んで、これで3アウト、しっかり守って引き上げで終わろう。ヤマト選手が厄介なもの。ヤマトツーベースヒットを放ちました。ヤマトこれで今シーズン。ああここで一発ぶつけてきたか。俺は筒香選手にぶつけるつもりでいた。マシンで捉えた。抜けた。レ
満塁策取ろうか。ここは勝負をしません。申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。バッターは5番桑原。満塁持ちだった。さあ試合の行方を左右。行ってこい。満塁持ちだった。打ちました。いやまあ知らねえ。センターバックホームさよなら。本当こういう試合ものできないね俺ね。ルーキー敗れました。名将感がな、もう本当に影を潜めてる。全然名将じゃないもん。今うちなんかノリノリ状態の選手3人ぐらいいるんだよね。渡辺選手、倉本選手、山崎選手、山崎ちょっとわからないんですけども、山崎選手結構いるんですよ。一軍上げればいいじゃんと思うだろ。上げれないんだ。上げれたら上げてるんで俺も。明日の動画あたりで出てくるんじゃないか、ノリノリ選手。明日は阪神戦ですね。阪神戦はちょっとノリノリの選手使っていこうぜ。よし、終わりましょう。いやー、ものにできない。本当、こういう接戦をものにできない。これはもう本当に監督のせいだ。じゃあ終わるわ。終わり。バイバイ。